デミス、てめえらの目ん玉はビー玉かだに、よく見るだに。今日は絶滅危惧妖怪の仲間たちと頑張って生き残ろう会を開くことになってて集まったんだけど、ニャンバルクイナとヒバゴニャンとカブトガニャンと月のワグマニャンがそいつが仕掛けた罠にはまって捕らえられちゃったんだ。俺たちの知らない妖怪ばかりだけど、そんなにたくさんやられちゃったニャン。ということはケイタたち以外にも絶滅危惧妖怪を絶滅させてるやつがいるってことだに。みんなのこと助けたかったけど怖くて助けられなかったんだ。安心して、君のことは俺たちが守ってみせるよ。ありがとう。ミス、ミス、大丈夫？兄はあっちから飛んできたにゃん。行ってみよう。みんな気をつけて。やっぱりケイタたち以外にニャッシーを狙っているやつがいるみたいだに、用心するだに。ダニ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 ミス、何今の。ダニ、嘘ぴょん、そんなところで何やってるにゃん。いいから早く助けるだに。ダニ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 、ったく、一体誰がこんな罠を仕掛けたんだに。ダニ、あ、俺、ウソぴょん？あ、ケイタさんたちも。イナホ、イナホさん、久しぶり。あ、お家変えたんすね。てか、ウソぴょん絶滅したんじゃなかったんだ。失礼なこと言うな、ダニ。ミーは最近絶滅危惧妖怪を守るために動いてたんだに。あ、なんかよく出かけてるなと思ってたら、そんなことやってたんだ。そうだに、今日も影からニャッシーのことを見守っていたんだに。ありがとう。同じ妖怪同士、守って当然だに。ウソぴょん、見直したにゃん。同じ妖怪レッドデータブック仲間ですしね。ああ、そういう